本日はこのスプラトゥーンのイカしたイカスミ味ラーメンを食べたいと思います。それでは揚げていきますね。三洋食品から出てるあのコラボ商品ですね。こちらスプラトゥーンのスリムですね。で開けますと中にはおシールが入ってましたね。うん、いいですね。コレクション全部集めるったら相当食べなきゃいけないですね。これ中はこんな感じですね。もうこの時点からして黒いですね。こちらちょっと面白そうですね。まあちょっとお湯を入れます。まあでもこういうのいいですよね。このイカスミ味ラーメンでイカしたっていうところで、まあ、多分あのまあゲームの長い用もイメージしてるっていうところで、まあ多分黒くなるんだとは思うんですけど、まあこういうのもちゃんと反映してるってのはいいですよね。その単純にパッケージだけ変えるんじゃなくて、内容も加味してるっていうのがいいですね。一応シールは先ほどのシールはあの16種類なんで、16枚、16杯食べても全部コンプリートできるが怪しいですよ。これは難しいですね。あ、でしかもそうですね。柿卵、フライドガーリック、イカ、エビ風味団子、青色かまぼこ入りというところで、あ、華やかですね、すごい、これ。この群ですね。まあ、ちょっとイメージ通りになるかちょっと怪しいですけど、まあ、ちょっと本当に気になりますね、こういうのは。一応、まあ、このあたりは、まあ、普通の油揚げ麺なんで普通だとは思うんですけど、まあ、味は二の次ですかね、こういうやつは。まあ、でもこういうふうにあの見た目というかあれですね、具材に気を使ってくれてるのはやっぱ評価高いですよね。こういうのはなかなかこういうのもできないですからね。というとこですかね。で一応あれですかね、イカスミ味ラーメンなんで海鮮風だと思いますね。こちら具も牡蠣卵、フライドガーリック、イカ、エビ風味団子、青色かまぼこなんで、青色かまぼこも結構チャレンジャーですね。やっぱりまあスプラトゥーンだとやっぱ青色も結構必要だとは思うんでしょうがないですけど、食品としてやっぱり結構冒険してますからね。青色のかまぼことか普通ない色ですからね。っていうところで、まあいろいろチャレンジャー製品があるところなんで、やっぱ気になりますね。まあ、どうしてもこういうのもどんな感じかってところで、あれですけど、スープはまあ食塩、糖類、香辛料、イカ調味料、トマトパウダーが入ってますね。で、イカエキス、イカスミパウダー、いいでちゃんと入ってますね。植物油脂と、調味油脂と、酵母エキス。発酵調味料で、火薬は味付け卵、フライドガーリック、イカ、エビ風味、卵、卵白、加工品で、かまぼこか、まあ、これは正直通りなんでいいんですけど、ところで3分だったんで食べたいと思うんですけど、あ、いいですね。ちゃんとタコのイラストが可愛い感じで描いてますね。ここにもですね、可愛いですね。まあ、食べていきたいとは思うんですけど、うん、本当に思ったより黒いですね、やっぱり。あ、これは面白いですね。まあ、美味しそうかって言われると微妙なんですけど、まあ、こういう遊び心は大事ですね。コラボ商品なんで、やっぱどうしてもこの辺がおろそかになっちゃうしまうんであれなんですけど、あ、このイカとかですかね、このちっちゃいのは。うん、まあ、面白そうな感じですね。黒い感じがすごいです、本当に。それではいただきたいと思います。スプラトゥーン3のコラボラーメンですね。いただきます。うん、あ、ただネタ表現かと思ったら全然美味しいですね。これ本当にイカの味がすごい前面に出てて、ガーリックの後味がいいですね。
これいい感じで味が締まってますね。美味しいですね。なかなかこういう味出せないですよね。ただのコラボ商品だと思ったら意外と美味しいですね。やっぱこういうのがいいんですね。やっぱりコラボ商品だったらちゃんと商品のスパラズの良さも残しつつ味もなかなか美味しいというところでこういうのがいいですね。青色かまぼこ面白いですね。こういう花形で入ってますね。スープもなかなか美味しいですね。まあ、塩分はでも 4.5 か、まあ、そんなもんですね。あ、そうか、結構量が少ないですね。まあコラボなんでしょうがないんですよ。コラボにして美味しいですね。スープもこの真っ黒だから美容の味がしそうだったと思ったんですけど、ちゃんと海鮮風の出汁が効いてるんで見た目に反して全然美味しいですね。あ、普通に美味しかったですね。まあ、いいですね、こういうカラポは。本当に。スプラトゥーンの良さも残しつつも、味もなかなか美味しいというところで、良かったです。以上で、スプラトゥーンとコラボした、イカしたイカスミ味ラーメンをいただきました。ご視聴ありがとうございました。